朝日サントリー札幌、キリンのビール大手4社の中間決算が出そろい4社そろって減収となりました4月から5月にかけて緊急事態宣言の発出で居酒屋など飲食店の多くが休業し主力の業務用ビールの販売が大幅に落ち込んだことが原因です一方で家庭で飲まれる缶ビールや第3のビールの需要は伸びているとして各社は 家飲み需要の拡大に力を入れるとしています。